南霊山脈中華人民共和国内での位置。南霊山脈は中華人民共和国の南部を東西に伸びる山脈。厚西地は安族自治区及び、広東省の北部、湖南省及び、厚西省の南部を走る中国南部最大の終極山脈で、長江水系と玉江水系の分水嶺であり、河中と河南の境界を成している。 南霊山脈の南側は熱帯の気候で、稲の二気作が盛んになっている。別名は五霊山脈といい、西から東の順に、古史上霊、と宝霊、萌えなぎさ霊、木殿霊、大峰の五つの山並みが組み合わさっているため、この名がある。南霊山脈は、歴史的に天然の障壁となっており、峰南と中原の間の交通の妨げであった。峰南には、 中原の政治的支配や文化が十分に及ばない時期もあり、河北の人間は、峰南を万疫の地と呼んできた。当朝の最初、超旧霊が大峰を切り開いて、梅石古道を築いて、以後、峰南地区の開発がようやく進んできた。また、古代以来の中国の統治者たちは南霊を、行政区画を作る上で利用してきており、南霊は、諸小区の境界線及び、 変炎の地となってきた。タンカスミヤマタンカスミヤマ、元石南嶺山脈の構造の中心は、河口岩であり、その上を覆う岩層は、レボン期の交差岩と石炭期の灰岩が中心になっている。南霊を構成する山体はそれぞれ北東から南西方向へ走るが、山脈全体としては東西方向へ伸びている。南霊の地勢は高くなく、最高峰は、 腰史条例の猫地山で、海抜は2142メートルである。その他の主要な山峰には、萌え渚ぎの罰積町、途法霊の救済霊、陽山の石港などがある。関東省北部、人家県にある丹下隅山は、赤い断崖の峰々が続く、継承地である。赤い砂礫岩の地層が、はっきりと見える、違うは、中国南部を中心に、各地で見られるが、 タンカスミ山の名を取りタンカスミチカオと呼ばれる。タンカスミ山は国家旧自然保護区、国家重点風景名称区、国家地質公園に指定されており、ユネスコの世界地質公園及び世界遺産にも登録されている。南霊は南北方向の気流を遮るのに一定の役割を果たしており、これにより南都霊北では気候などに一定の相違がある。ただし、 北からの寒気は南冷山脈の間を通っている低い谷や峠を越えて南南に侵入し南南に冬の寒さをもたらしている。南冷山脈地方の降水量は豊富で春と初夏には停滞前一線が山脈の上にあり長い時では2ヶ月にわたり前線が居座ることもある。これが長い梅雨をもたらしている。夏から秋にかけては 台風の襲来で、降水量は増大し、冬も、前線の通過の影響で、雨が降る。こうした、降水量の多さにより無数の河川が、南霊山脈に発している。主な川には、長江水系の昇降、高、玉江水系の桂ツ北高、上がり江、連高等がある。アモイトラ南霊山脈の植生は熱帯の、常緑紅葉樹林を、主とする。 その多くは、海抜800メートル以下の山地にあり、主な樹種にはクスノキ、ツバキ、ツツジなどがある。しかし、スマツや、紅葉山などの人工林が現在では広がっている。南霊は、野生動物も多く、虎の一種アモイトラ、ヒョウ、赤狼、オオカミ、ニホンジカ、セン山ンウなどが生息する。主な鳥類には、ガビチョウ、コウライキジ、シロガシラなど、 主な両生類には中国王山章を引き換える。主な爬虫類にはミスジハコガメなどがいる。しかし野生動物の乱獲は絶えず、多くの動物がすでに絶滅している。南霊は鉱山資源も豊富で中国の非鉄金属採掘の中心地である。タングステン、モリーブデン、電、鈴、鉛、亜鉛の埋蔵量はとりわけ多い。 その他比較的多いものには、タンタル、ジルコニウム、イットリウム、ニオブ、スカンジウム、チタンなどの気度類元素がある。ありがとうございます。